こんにちは、堂本です。今回はアジア太平洋機械翻訳協会 AAMT の年次大会に参加してきたので、そのレポートというかどういうことを感じたかっていうのをね、お話ししていこうかと思います。そのイベント自体は正直こう録画をしてその余すところなくっていうのが難しいので、その年次大会の内容自体の動画っていうのはできなかったんですけれど、ただまあその中で聞いた話から僕がどういうことを考えたかっていうのをお話しするだけでも、まあもしかするとね、何かこうヒントになるっていうこともあるかと思うので、それについて簡単にお話しようと思いまして、今回動画を撮っています。その年次大会に行って僕が思ったのが、意外とその僕の動画見てますっていう人がすごく多くて、正直ね、そんなになんかこうテーマとして翻訳がやっぱりこうメインにあって、その派生として英語とかっていう風に手を伸ばしてきたので、なんかそんなにねオーディエンスが広いテーマではやっぱないんですよね、翻訳っていうのはね。でもなんか結構見てますっていう風に言ってもらったので、身が引き締まるというか、ちょっと背筋を伸ばしてずっといろんなお話を伺っていました。でもそう考えるとね、翻訳のコミュニティに僕の動画がそう見られてるっていうのは、やっぱ YouTube のアルゴリズムってある程度やっぱ正確で優れたものなんだなっていうのも思いましたね。その翻訳以外にもね、いろんなことを僕の目線からお話しできることがあれば、なんか翻訳とか英語とかっていうのを軸にしながらね、少し外のコミュニティとか外のジャンルのことについても今後はお話ししていきたいなとは思っているんですけれど、今後もやっぱり翻訳とか英語っていうのが基本的な軸にはなると思うので、今後ともぜひよろしくお願いします。で、今回 AAMT っていうのがその機械翻訳協会っていう風に言われてるだけのことはあって、機械翻訳と人間の翻訳っていうののどういう風にね折り合いをつけていくかとか、機械翻訳がどこまで来てるのかとか、いろんなお話があって、その中でこういう風に思いますよとか、ここまで来てますよとか、こういう実例がありますよっていうのを個々がそれぞれ話をするっていうような、そういうイベントでした。で、僕はその中でその訳文だけを見た時に、人間は機械翻訳かそうでないかっていうのを判断できるのかっていう翻訳チューリングテストから分かったこととして、今回まとめられたのはこんな感じのことですっていうのを説明しに行って、結構ね、機械翻訳自体を開発してるよっていう方とか、こういう風に機械翻訳を使ってますよっていう事例だったりとかっていうことがあって、結構ね、なんかこう僕の中ではもしかして場違いかなみたいな感じがあったんですけれど、内容をね、面白かったよっていう風にいろんな方に言っていただけたので、すごくね温かく迎えてもらえたなっていう風に思っています。この機械翻訳のチューリングテストについては、まだちょっとこう調べ方を変えたりとか、ターゲットを変えたりとか、質問を変えたりとかすることによって、もうちょっと多角的なデータが取れそうなので、なんか空いた時間を使って今後もちょくちょくやっていきたいなと思っていますね。イベントに参加して僕が全体として思ったのは、機械翻訳を推進する人はなんかこう盲目的にね、これからは全ての翻訳を機械翻訳でできる時代が来ますよみたいな風に思ってるかっていうと、そんなことはないのかなっていう印象があったっていうことをですね、個々が開発している技術について今これくらいできるようになってますよとか、ここまで行きましたよっていう風になると、そのデメリットよりもね、メリットとか、そのこれまでのデベロップメントのところを強く押し出すっていうような論調だったりとか、声色っていうのは感じるところはあったんですけれど、とはいえそれで全てが丸く収まるよと、今後は機械翻訳によって言語の壁っていうのが完全になくなるよっていうのは、なんかね、そこまで言い切る人はいなかったなっていう印象があります。ただ、機械翻訳をどういう風に使っていけばいいかとか、機械翻訳がどこまでできるのかっていうことを、その一般的なユーザーにとってはちょっと分かりにくいところではありますよね。どういう風に機械翻訳を使えばいいかっていうのは結構ね、分かりにくいまんまになっちゃってるなっていう印象がありました。こういうところに注意すれば使えるよとか、こういうようなことが可能になってきてるよっていうのはだいぶプッシュされるんですけれど、ここからはできないよとか、ここまでしかできないよとか、こういう注意があるよっていうことは、もっとね、ユーザーに周知していく必要があるだろうなっていうふうに思います。なんかその機械翻訳を使えば何でもできるよっていうふうにユーザーに勘違いされてしまっては困るので、ちゃんとメリットとデメリットのバランスを取りながら発信をしていくっていうことが求められるかなと思いますね。あとは機械翻訳が使われていく流れなんですけれど、これはね、もうね、変わんないと思います。どこかでやっぱ機械翻訳ダメだったねっていうことには多分ならないだろうなっていう、ほぼ直感めいた感覚がありますね。だからこそ今言ったようにね、どういう風に使うべきかっていうことが明示化されなくちゃいけないっていうのもあるかと思います。で、今回ちょっと聞いてて面白かったのが、機械翻訳なんですけれど、その訳出のパターンっていうのをたくさん出せるようになってきてるっていうことなんですよね。これに対しては、こういう風に翻訳するといいですよ、こういう風に翻訳するといいですよっていう風に1対1で対応させるんじゃなくて、こういう翻訳もあるし、こういう翻訳もあるよっていう風にいくつかのパターンを出してくれると。だからその中からパターンを選んでいけば最適な最適な翻訳が機械翻訳でもできるようになってくるんじゃないかなっていうことが期待されているっていうふうに言われていて、それはね仮にそうだとしたらすごくいいことだなとは思ったんですけれど、ただ僕が気になったのが、だとするとやっぱり機械翻訳を使いこなすための英語力っていうのが必要になるんじゃないかと。それについてはだとすれば勉強方法、英語の勉強方法っていうのが変わってくるんじゃないかと。機械翻訳を使いこなすための英語の学習とか、機械翻訳を使いこなすための勉強っていうことが従来の英語教育とはちょっと別個、あるいはその一部で話されることになるんじゃないかな、そういう発展がありえるんじゃないかなっていうふうにお話があって、英語を使いこなすために英語をかなりのレベルまで高めないといけないっていう前提がもしかしたらなくなるかも。だとしたらそれって機械翻訳が普及することによって初学者にとってのモチベーションになるかもねっていうようなことがあって、なるほど、それがもし本当にそうだとしたらそれはとても価値のあることだなっていうふうに僕は思いました。ただその機械翻訳を使うための英語の勉強っていうのが具体的にどういうものであるのかっていうことについてはまだね手探りな段階の感があるなと思います。最終的な成果別に求めるクオリティによっては機械翻訳を使うことができるっていうのは僕がこのチャンネルとかいろんなところで言ってることでもあるんですけれど、機械翻訳よりも英語力が下回ってる状態でその機械翻訳のね出力を確認できるのか判断できるのかっていうのはやっぱりその中で特に難しいところではありますよね。これまでの英語の勉強よりも機械翻訳のための英語の勉強とか機械翻訳のための使い方の学習っていうのはこれまでの英語の勉強よりも簡単あるいは楽なのかっていうふうに考えると、それは一概には楽とは言えないんじゃないかな。英語の勉強って結局必要になってくるのかもなっていうのも個人的にはあって、仮に機械翻訳をね使いこなす上での勉強っていうのが既存の英語の勉強に求められるコストよりもちっちゃいのであればそれはとても価値があるとは思うんですけれど、そこが本当にコストちっちゃいのかっていうところはまだ議論の余地があるのかなっていうふうに感じました。個人的には機械翻訳とあと英語力の関係性として、いくつかの段階があるんですけれど、一つには機械翻訳を自信を持って使うのが難しい段階っていうのがあるはずです。英語が全くわからないので出てきた英語だったりとか出てきた日本語訳っていうのが正しいのかどうかっていうのが、確認しにくいっていうような段階ですね。そういう段階だとどの表現がいいかとか個々のセンテンスでは問題ないんだけれども全体のパラグラフになった時の流れが良いかどうかみたいなことはちょっと分かりにくいよっていうところです。で、次の段階として機械翻訳によって能力が拡張できる段階っていうのもあるのかなって思いました。つまりある程度英語力はあるんだけれども機械翻訳を使うことによってなるほどその表現もありだなとかこの語彙を使った方が良さそうかなとかこの言い方忘れてたけどこっちの方がいいなっていう風に自分の中で能動的知識になっていないような語彙とか文法とかっていうのをそういうのを機械翻訳にサジェストされた時にそれを選べるっていうような段階ですね。で最後に機械翻訳を使いこなせる段階ですね。それ機械翻訳に何かを入れることによって出てきた内容から自信を持ってこれがいいなとかこれがいいなっていう風に選んでいく。で語訳についても完璧に分かるっていうような段階もあるのかなって思います。主にはこの機械翻訳を使うことが難しいというか自信を持って使えない第1段階、能力の拡張ができる第2段階、あとは機械翻訳に対してクリティカルな目を向けることができるだけの能力がある段階っていうこの3つがあるのかなって思うんですけれど、その機械翻訳のための英語学習っていうのが楽になるとしたら機械翻訳を使いこなせる段階まで勉強しなくてもこの能力拡張の段階までで勉強をストップすることができれば時間的コストとか労力的なコストっていうのを別のところに向けることができるのでそれは価値があるかもね、総合的にはねということになるのかなと僕は今感じているんですよね。そうなると次の問題はこの第2段階っていうのがどれくらいの英語力なのかっていうことですよね。機械翻訳によって能力が拡張できる段階に達するまでにどれくらいの勉強が必要になるのか、結局のところねどれくらいの勉強が必要になるのかで、それは第3段階と第2段階でどれくらい差があるのか、これも現段階ではまだ明らかじゃないんじゃないかなって思います。機械翻訳が浸透すること自体は僕社会にとっていいことだと思います。常々言ってる通りみんなが英語の勉強しないといけないかっていうとそんなことはないと思うんですよね。英語の勉強をするっていうことには時間的なコストがどうしてもかかります。例えば僕の場合、今33歳で翻訳家として活動してますけれど、僕が英語の勉強をしていたっていうのは、それこそ中学2年生から始まっているので、20年近く勉強をして、ようやく今僕はこれぐらいの翻訳ができるようになっているっていうことなんですよね。この20年っていう期間を全く別のことに費やしていたとしたら、同じぐらいの熱量で費やしていたとしたら、僕はもしかするとそれのプロになれた可能性も十分あると思うんですよ。僕はその20年を英語の勉強とか言語学の勉強とかっていうのに費やしたので今ここにいるわけです。その勉強の時間を別のことに費やした方がプロとしてのね、あり方っていうのが多様化できるので、より多くのいろんなプロフェッショナルが生まれるっていうことなので、そっちの方が社会的にはいいのかなと。それを後押しする意味では、機械翻訳っていうものが持つ役割っていうのはかなり大きいんじゃないかなとも思います。あとは機械翻訳の社内での活用についての話なんですけれど、その翻訳業務っていうものは、これまでその英語が得意な人とか、英語ができる人に、一点集中させることによって、他の人がね、日本語で仕事をして、それを英語にしてっていうようなことが可能になっていたと。だから、日本っていう国がこれまで日本語のまんまで、仕事ができていたのは、一部の人に対して極端に翻訳業務っていうのが割り当てられていたからだと。そこに一点集中していたから、他の人は英語のことを気にしないで仕事ができるような状況になっていたってことなんですよね。ただこうなると、例えば俗人化してしまったりとか、あるいは特定の人にね、英語業務を依存しなくちゃいけないっていうことになってしまうので、それって組織のあり方として健全ではまずないですよね。その人が仮にポンって辞めちゃったら、英語の業務がにっちもさっちもいかないっていう可能性もありますし、その英語業務が一点集中している人の英語力に組織が全部乗っかんなくちゃいけないので、その英語力が仮に本当は客観的に見てね、あんまり高くないようなものだとすると、会社として、この人にお願いしていたけれども、思ってるクオリティの高いものが実は出てなかったっていうことに気づけないっていうこともあり得るわけです。そしてもちろん、その翻訳をする側の人間としても、必ずしも好きで翻訳してるとは限んないっていうのがやっぱあるわけですよね。特にその一般企業に勤めていて、英語が得意だっていうだけで、その普段のね、業務じゃなくて、英語業務を専門で任されるようになってしまうと、そこに不満を覚えるっていう人も、少なくないっていうような話がありました。機械翻訳で、みんなが、ある程度で、慣らされた英語力の中で仕事ができて、みんながその機械翻訳を使って、ある程度英語業務っていうのを分散したりとか、自分でできるところは自分で解決したりとかっていうことができるようになっていくと、こういう俗人化みたいなことが少なくなっていくので、組織としても健全だし、業務スピードも速くなるよねっていうことが期待されていて、実際にそういう事例もあるよっていうことが今回のイベントでは言われていましたね。ただもちろん、機械翻訳をだから神格化していいかっていうと決してそんなことはないです。機械翻訳は間違えるっていうことは大前提としてありえますし、翻訳家みたいな専門性のあるプロフェッショナルが機械翻訳の代わりに翻訳をすれば、機械翻訳よりも必ずいいものが出てきます。ただ、もちろんその分の時間がかかるっていうことなんですよね。なので、機械翻訳の出力結果を確認したり精査したりする人が、きっと必要になるだろうってことは間違いないかなと、僕個人は思いますね。ひょっとするとこれは翻訳者とは違う仕事なのかもしれないなっていうのは、なんか以前に別の動画でも軽く触れたと思うんですけれど、この、機械翻訳の内容を確認するっていう立場の何かしらが、遠くないうちに、確立されるんじゃないかな。あるいは、確立されないといけないんじゃないかなっていうふうに僕は今思っています。あと、これは、その機械翻訳とは関係ないというか、今回のイベントの中で僕が全体で肌感で感じたことなんですけれど、クラウドソーシング上がりの翻訳者って本当に珍しいみたいなんですよね。あとはその若手がすごい少ないんだなって思いました。そのイベントに参加して、いろんな人のお話を聞いたりとか、いろんな人とご挨拶させていただいたりとかしたんですけれど、その僕と同年代の人とか、僕より年下の人ってほとんどいなかったんですよね。だから33でもかなりの若手っていうことになります。で、これはね、ひょっとすると、その翻訳の仕事をする人って、例えばそのもともと別のキャリアから流れてきて翻訳家になったっていう人がやっぱ多いのかなっていうふうに思いました。それこそ社内翻訳者として、もともとは何か別の仕事をしていたけれども、英語が得意だっていうところから、翻訳の仕事を一気に担うようになったよっていうような、ことで翻訳者として転身したっていう方とか、あるいは研究者の方とか、あるいは多分大学の教授とか、なんかそういった方々、もともと別のキャリアから翻訳っていうものを、最初はサイドビジネス的に始めたとか、自分の必要に応じて始めたっていうところで、翻訳家っていうキャリアに入ってきた。で、そっちの方がいつの間にかメインになったとか、パラレルワーカー的な比重になったっていう方が多いのかなと。とすると、翻訳家ってキャリアの結構後ろの方にある職業なんだなって思いました。一般的なキャリアパスでいうと、その最初に翻訳者になって、その後どうにかなるっていうような形のモデルケースってめちゃくちゃ少ないんじゃないかなと。それはひょっとすると翻訳家っていうものに何かからなるってことが多くて、翻訳家になってから何かになるっていうことがすごく少ないからなのかなと。僕みたいにそのキャリアパスの前半で翻訳家っていうものを選ぶっていうのは結構ねレアケースなのかなって思いました。だからこそそのクラウドソーシング上がりの翻訳家っていうのも珍しいのかなと。そのある程度キャリアを稼いでいる人が翻訳家になろうとしたら、わざわざクラウドソーシングで仕事を翻訳家として受注する必要ってないですからね。そうなると僕みたいなモデルケースって割と珍しいし、新しいパターンなのかなっていう風に改めて客観視して思ったので、今後も僕目線でいろいろと発信できることがあったら発信していきたいですし、翻訳家からこれになりましたとか、翻訳家からこれをやりましたっていうのをいろいろとね見つけていきたいなと思っているところです。というわけで今回はAAMT の年次大会で参加してきたレポというか、僕がどういうことを考えたかってことについて軽くお話をさせていただきました。でもやっぱりね、出てよかったなって思いました。本当に自分の興味関心で、自分がやってみたかったっていうだけで翻訳チューリングテストをやってみて、で、その結果を分析してみたところを、ぜひ AAMT でやってみたらいいんじゃないっていうふうにお誘いをいただいてっていうことだったので、興味本位発信でやったことが、ここまでいいイベントへの参加とか、いろんな業界のね、話を聞くことにつながるとは思っていなかったので、これはね、とても今年やってよかったなと、大きい一歩になったなっていう風に、刺激を受けたなっていう風に個人的には思っているところです。今後もこういう機会があったら、ぜひ足を運んでみたりとか、あとは僕から発信できることがあれば、どんどんとね、いろいろと考えて発信していきたいなって、改めて思ったというような感じでしたね。このチャンネルではこんな感じで英語のこととか翻訳のこととか、あと英語学習のことについてお話をしているんですけれど、今回はかなり翻訳というか機械翻訳の最前線についてイベントに参加していろいろ学んできましたっていうレポになりました。今後もこういう機会があればね、参加してレポをしたりとか、僕がどういう風に感じたかっていうのをこういう形でまとめられればいいかなと思っています。本日の動画は以上となります。長い間ご視聴ありがとうございました。あとは AAMT でご挨拶いただいた方、改めてありがとうございます。それではまた別の動画か配信でお会いしましょう。皆さんご自愛ください。